テレビアニメ三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ、向井の占い部屋。こんばんは。そして向井の占い部屋へようこそ。パーソナリティの向井啓太役、斉藤相馬です。早速ですが、こんなメールをいただいてます。三角ネームシンクさんからいただきました。ありがとうございます。斉藤さん、はじめまして。はじめまして。この度は三角窓の外側は夜のラジオパーソナリティ就任おめでとうございます。向井くん、斉藤さんがパーソナリティを務めると知った時、なんだかものすごく納得したのは私だけではないと思います。帝くんはシャイそうだし、平川さんに至っては放送事故になりそうですもんね。これからいらっしゃるゲストさんと斉藤さんとの掛け合いやアニメ収録の裏話などが聞けたら嬉しいなと思っています。アニメラジオともに応援していきます。これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください、ということで。そうですね、結構この三角でいろんな形でラジオをやるっていう可能性が考えられたと思うんですけども、向井くんが公式でもね、インチキ占い師って言われちゃってるんですけども、やっぱりその人と対話をしていくっていう人なので、向井くんの声をやらせてもらってる、私がですね、パーソナリティを担当させていただくということになりました。いろんなゲストさんお呼びしていくと伺っているので、その回ごとに違うカラーが聞けるんじゃないかなと思ってます。よろしくお願いします。さて、こちらはですね、この占い部屋にお客様をお迎えしてアニメ三角窓の外側は夜について語り合う、そんなウェブラジオでございます。今回はその第一夜、そろそろスタートのお時間ですが、おや、外側の夜から今宵のお客様が見えられたようです。こんばんは、よろしくお願いします。素敵な声ですね。ありがとうございます。といったところで、一体どなたなのかということも含めて、そろそろ始めていきましょう。よろしくお願いします。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ、向井の占い部屋。この番組は三角窓プロジェクトの提供でお送りいたします。それでは改めまして、今夜のお客様をお迎えしましょう。この方です。はじめまして、こんばんは。日やかわりひと役、畑野渡です。ようこそおいでくださいました。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。畑野さん、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。いや、なんか本当に占い部屋みたいじゃない、なんか対面で真ん中にパーテーションあるから、なんか本当これから占いしてもらう感じで、ちょっとウキウキしながら来ちゃいました。いや、もう本当初めて尽くしのラジオとなっておりますので。初めて尽くしで、はい、もう初めてを奪い奪われでやらせていただけたらなと。長い歴史のね、この我々二人の中のね。なんで、今回はですね、まず、番組前半なんですけれども、畑野さん演じる平川さんについてですとか、畑野さん宛てにたくさんのメールをいただいてますので、うわ嬉しい。そのあたりもね、もうざっくばらんに話していただければなと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、まずこちら、三角ネームロイさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。斉藤さん、畑野さん、こんにちは。こんにちは。アニメ第1話から見てます。何が起こるかワクワクで、毎週放送を楽しみにしています、質問ですが、オカルト好きとして有名なお二人ですが、ホラー、オカルト要素のあるこのアニメの出演が決まって、どんなお気持ちでしたか？確かにね、我々といえばもう、そうですよ、はい、各所でね、各所で、はい、好きあらばオカルトトークをさせていただいてるんですけど、ぶち込んでいくの好きですからね。はい、いや、今までもそうなんですよ。自分の好きな要素が入っているアニメ作品のオーディションとかって、はい、たくさん受けさせていただいてきたんですけど、なかなか都市伝説や怪談や、そういうちょっとこうオカルト要素のあるものが決まることがなかったんですよ、僕。で、今回本当に稀というか、ありがたいことで、はい、日川決まりましたって言われて、うわーと思ってついにと思って、待ってましたと、待ってましたと。それはすごく嬉しかったですね、純粋に。確かにオカルトって求めると逃げていきますよね、それなのよ。これね、本当あるよね。いや、
方が。いや、今までなかなかご縁がいただけなかったんで、すごくそういう意味では嬉しかったですしね。しかもやっぱりその原作を拝読しても、うんうん、そのまあオカルト要素もですけど、うん、またちょっとセクシーな要素とか、ね、はい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 、その人間ドラマだっていろんなね、うん、要素が絡み合ってますから。まさにそうですね。いや、でもまたこう冷川さんってうんうんうん、オーディションですね。オーディションだったんですよ。もうどうアプローチしていいのかって。いや、もうマジで正直ね、分かんなかったですね。まだテープオーディションの段階の時は、はい、どう立ち向かっていいか分かんない。とにかく感じたままやるしかないなと思って、はい、でその時に初めて原作を読ませてもらったんですよ、はい、で原作を本当序盤のところだけ読んでて、でいざ決まった後に、はい、とにかく今出てるもの全部読まなきゃと思って全部読んだら、はい、わけわかんなくなっちゃった余計わかんなくなっちゃったの。やばい、どうしようみたいなあれもう手がないぞみたいな。そうなの、なんか感覚でやってたオーディションの時とはまた全然違って、その確かに頭パンパンになっちゃって、知識でその原作の、はい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 、これ側からはなかなかね、うーんと思いましたけども、ただまあオカルトっていう自分のね好きな要素も入ってますし、なんかその、まあ、愛情みたいなものでこう感じながら演じていこうなんて思いましたけどね。ありがとうございます、うん、ちょうどそんなですね、うんうん、まあ、冷川さんについてやっぱりみんなとにかくね、うん、興味津々ですから、うん、嬉しいです、はい、お便りいただいてるんでちょっと読ませていただきます、はい、こちら三角ネームちっちさんからいただきました。ありがとうございます、斉藤さん、ゲストの畑野渡さん、こんばんは。こんばんは。毎週アニメ楽しみにしております。ありがとうございます。私は原作からのファンなので、うん、あのシーンはどんな感じで表現されるのか、うん、毎話ワクワクしています、うん、冷川さんの会話しているのに会話できていない、うん、何とも言えない感じがとても分かりやすく、さすが畑野さんとなりました。ありがとうございます。冷川さん本当にその難しいのが、うん、やっぱりその一緒に収録させていただいてても、うん、成立してないを成立させないといけないっていうそうだよね、そうなんですよ。やっぱりその我々の仕事ってこう対話をするっていうね、うん、その場で掛け合いをしていくのを生業にしているのにもかかわらず、うんうん、でも冷川さん聞いてはいるけど聞いてないよでもあるしみたいな全部盛りですからね。いや本当そうなの。第1話の時にもう、はい、もうまさに第一の洗礼じゃないんですけど一回ね、その本番の前にテストっていうのがあって、掛け合いでこうバーって A パート全部やった後に、ディレクターさんから、うん、畑野くん、めちゃめちゃ真面目に会話してるって言われて、やばいと思って。出ちゃってますね。出ちゃってたのよ。で、じゃあ緊張感もあるし。はいはい、で、なんか、いやー、畑野くんのその内面のなんか真面目さを一回忘れてくれるかって、こう、家で、その、練習してきたものを一回ちょっと忘れて、はい、もう本当に隣にいるんだけども、どこかから喋りかけてるのか分かんないような、うん、そういうなんか不可思議な感じ。日本語を喋ってるんだけども、その日本語の意味が分かってない感じっていうのを、やってみてくださいって言われても、でもどうしたらいいか分かんない状態で、はい、本番ですみたいな。考える隙間が。隙間、そう、隙を与えてもらえなくて。それで出来上がったのが、まあもうあのキャラクターですね。すごく素敵だ。なんか僕もやっぱり原作もともと好きだったんですけど、うんうんうん、読んでて、うん、でもう向井くんはとにかくやりたくて、うんうん、って思ってたんですけど、冷川さんは全くその芝居的なイメージができなくて、うん、でもやっぱり聞いて、うん、その一つの大きな流れが、うん、を感じさせるのが割と声優の芝居の、まあ、基礎的な技術だったりするじゃないですか、ねうんうん、逆にその分断されてるというか断絶されているようでいて、うん、どこかつながっているみたいな、うん、素敵ですいや、まあ、ありがとうございます。でまたね、冷川さんもこう今後見ていってねいただければ分かりますけど、うんうんうん、そなぜ彼がああなのかっていうね、そうなんです、やっぱりどう生きてきたからああなってしまったのかみたいな、うん、もうまさにね、もうなんか新シーンでさ、はい、全然何考えてるんだろうこの行動とか、はい、この言動みたいなことだもんね。だから本当にやっぱり畑野さんとももう長いこと本当にお世話になってますけど、やっぱり畑野さんって背負わされるんだなっていう背負わされるカルマ背負いがちなカルマ背負いがちっていう
いやもうチャレンジさせていただいておりますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、そしてですね、うんうん、あのまあ、そんなねあのカルマを背負っている平川さんを担当されている畑野さんに、はい、こんなお便りもいただいてます、うんうん、三角ネーム麦茶さんからいただきました、はい、斉藤さん畑野さんこんにちは。こんにちは。三角ラジオ第1回放送おめでとうございます、うん、毎週アニメをドキドキしながら楽しく見ています。そして畑野さんが歌うエンディングブレイカーズが最高でした。ありがとうございます。素敵すぎて何度も聞いてしまいます、うん、そこで、うん、畑野さんに質問なのですが、うん、アニメの世界観に合わせるために意識したことや、うん、畑野さんご自身の好きな歌詞等々があればぜひお聞きしたいですということで、エンディングもね、うん、歌われていて本当に素敵な楽曲です。もうありがとうございます。好きです。もういやもう我々もね直接かは間接かは分かんないですけども、結構音楽の制作でお世話になってるエヴァン・コールさんが今回まあ、これは本当にこの作品全体の音楽やさらにこのエンディングテーマも、担当してくださって、はい、最初デモが送られてきた時に、はい、ヒーって楽器がと思ってピアノからそうですよ、ね、美しいってなって、素晴らしい本当にもうこれもう僕の声丸出しじゃんと思って、確かにあの入りがもう丸出しですよね本当に綺麗な、ね、高音から入ってそうなんですよ。素敵です。でちょうどあの音があの自分の声の、ね、音域的にもファルセットと地声のちょうど境目の音なんですよ、はい、でこれを、まあ、どう表現したもんだろうと、うん、で地声で表現するとちょっとね強さが出ちゃうなと思って、やっぱなんか、1話見ていただいた後のエンディングテーマなんで、はい、少しちょっとこの怪しさとか不安定さっていうのを表現してみたいななんて思ってちょっとトライで試しにここファルセットで歌ってみていいですかってやってたものがテイクとして使われてて、まさになんか聞いてても、うん、あれこれなんかでも地声のようなエッセンスも感じて、うん、あれどう出してらっしゃるんだろうってだからそれがやっぱりちょっともっと聞きたくなってしまうっていうのもまさに思いました。そう思っていただけると本当嬉しいですね。あとでもなんか割とその今までの楽曲の中でも結構その、うん、なんだろうなすごくダークに振り切ってるわけでもないというか、すごくなんだろうそのメジャーキーなのかマイナーキーなのかも、うん、すごくアンバランスな感じというか、そのフラフラしてるような感じがもう素敵だなって思いました、うんうん、ありがとうございます。結構この曲の中の世界観みたいなのも、はい、ちょっとこう変化していってるっていうのが良くて、確かに確かに、うん、フルサイズでね聞いていただくと、うん、これ実は曲のミュージックビデオも、はい、公開させていただいてるんですけど、今までミュージックビデオってだいたいこうワンコーラスぐらいだったんですね、はい、で今回初めてフルサイズでミュージックビデオちょっと公開してみようということでやらせてもらってるんで、もしねご興味ある方は見ていただきたいんですけど、はい、ね相馬も見てくれたみたいでありがとう、はい、ありがとうございます。これはすごいことになっているぞというちょっと広めでしか語れないんですけど、広めでしか語れ今の段階では、もうだから三角窓と合わせて楽しんでいただいたらもう何百倍にも魅力がね広がる。嬉しいです、そう言っていただけるとね。三角窓をね原作とか読んでくださって知ってる方たちもやっぱりこの音楽とその作品をちょっとこう紐付けて楽しんでいただければいいなと思ったんで、これをミュージックビデオの監督さんに説明するのがすごい難しくて。確かにそうですよねそうなんですよ。なぜこういうカットなのかとか、なぜこういう登場人物なのかとかっていうのも、実は自分の方から企画を全部書いて、素敵です。でこういう登場人物、こういう場所でこういうシーンを撮りたいみたいなでやらせてもらったので、ちょっとか自分の中のまあ三角窓愛みたいなものは表現できたかなというふうに思ってますね。今回でもあれですよね、リップシンクをそこまで入れてないっていうのが、うん、確かにその通り。それがかっこよかったな、すごい。今回ねコンテンポラリーダンス、それこそコンテンポラリーダンスっていう発想は相馬のミュージックビデオを見させてもらって、ああなるほどって、歌とダンスの、こういう表現もあるんだろう、なんか今までダンスって言うと自分も踊っちゃってたんで、あこれは面白いぞって思ってて、真っ黒の黒装束の、めっちゃかっこよかったです。幽霊に見立てて、ここら辺とかでね踊って、そうそうそう、これで畑野さんの顔抜かれてこう指がっていう、そうそう、めっちゃかっこいいですよ、あれね。そうでした、そうです。すごい、何にも教えてくれないから驚いたよおーみたいなおーってでももう絶対表情には出さずにっていう
ません、もしまだチェックしてないという方がいらっしゃったら、うんうん、ぜひもう本当に素敵なのでチェックしてみてください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、といったところでですね、うん、番組前半はですね、うん、畑野さん演じる日川さんについてですとか、あと楽曲についてのお話を伺ってまいりました。うん、今後はね、まだまだアニメの感想等々を、うん、話していければと思いますので、うん、皆様お楽しみに、うん、ということで、はい、そんなもうね綺麗な流れの中からもうこの曲を聴いていただくしかないでしょうという、はい、ということで畑野さんから曲のご紹介をお願いいたします。はい、それではお聴きください。テレビアニメ三角窓の外側は夜エンディングテーマ、畑野渡でブレイカーズ。出口のない真夜中に動けないでいたんだ、君の声羅針盤、窓の外明日を覗く、信じないままでもいいかな、だけどそばにいたいんだ、確かな答えは叶くていい、片方をなくし三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ、向井の占い部屋。ではここで三角窓プロジェクトからのお知らせです。まずは放送情報です。テレビアニメ三角窓の外側は夜は東京 MX にて毎週日曜22時より、サンテレビにて毎週日曜23時半より、 BS 富士にて毎週火曜24時より絶賛放送中です。また CS ホームドラマチャンネルでは11月19日より放送開始となります。また FOD にて独占見放題配信、 TVer、GAO にて毎週見逃し配信をしています。各配信サイトでもぜひご覧ください。続いてブルーレイ &DVD 情報です。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ブルーレイ &DVD 全4巻が絶賛予約受付中です。第1巻は12月24日クリスマスイブに発売となります。クリスマスプレゼントにいかがですか。初回特典は原作者山下智子先生の生線画使用複製ブロマイド、特製ブックレットにはキャスト、スタッフインタビューに加えて山下智子先生による原作漫画ネームも収録。詳細は公式サイトをご覧ください。はい、続いて音楽情報です。テレビアニメ三角窓の外側は夜オープニングテーマ曲、フレデリックが歌う彩花が10月6日にデジタルリリース、そして日川理人を演じる畑野渡が歌うエンディングテーマ曲ブレイカーズは11月24日発売となります。どちらも YouTube にてフルサイズで MV を公開中、ぜひご覧ください。続いてコミックス情報です。山下智子先生原作コミックス三角窓の外側は夜全10巻リブレより好評発売中です。12月20日には後日談漫画を収録した最新コミックス三角窓の外側は夜その後の発売が決定。さらにアニメイトではオンライン謎解きキット付き限定セットの発売もございます。こちらもチェックしてみてください。続きましてイベント情報です。11月11日木曜日までアニメイト新宿ハルクで三角窓の外側は夜テレビアニメ放送記念展が開催中。アニメの場面写やキャラクターの設定画の展示、先行上映会で販売していたグッズ、原作コミックスの販売をしております。
ぜひご来場ください。続いてグッズ情報です。テレビアニメ三角窓の外側は夜、オフィシャルグッズがアニメイトで販売中です。トレーディング缶バッジ、アクリルスタンド、クリアファイルがアニメイト池袋本店、新宿ハルク店、大阪日本橋店、オンラインでご購入できますので、ぜひご利用ください。以上、三角窓プロジェクトからのお知らせでした。引き続きラジオをお楽しみください。さてさて、番組後半ではですね、テレビアニメ三角窓の外側は夜について、たくさんの投稿とかですね、あとすごい皆さんやっぱ熱意がすごくて、長文のお便りとかもたくさんいただいてて、もう可能な限りね、いろいろ紹介していきつつ、いろいろお話をしていこうと思います、じゃあまずこちらですね、アドレナリン垂れ流しさんからいただきました。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。アニメ三角窓の外側は夜、早速視聴しました。ほの暗い雰囲気の中にユーモアや疾走感があって、あっという間に世界観に引き込まれてしまいました。そして私は冷川さんの目元が印象に残っています。アンニュイに伏せられた長いまつげのなんと美しいことか、思わず釘付けになってしまいました。お二人は作中で印象に残ったカットなどありますか？あったらお聞きしたいですと。目元がやっぱりその山下先生の絵がやっぱりもうそうなってるじゃないですか、かなりすごく印象的なこう目の表現だったり、絵の表現だったりがかなり拾っているな、アニメもっていうのは。いや、これ本当に作画チームやキャラクターをね、デザインしてくださってる方たちのその、こだわり、アニメに対するこだわりとその原作への思いみたいなものが結構バシバシと伝わってきてて、すごいです。なんかどのカットも印象的だなって思いますし、キャラクターが初めて登場するところのなんかそのアップのシーンだったりね、それぞれのキャラクターのなんていうんですか、紹介的にうわーと思いましたね。向井もそうですし、まあ、冷川もそうだと思うし、あとそれこそその先の第3話の方とかもね、結構キャラクターが増えたじゃないですか、一気に。そこでも結構印象的なカットが多かったなと思いますね。本当に僕もそれこそ見てて、まさにそのアドレナリン垂れ流しさんと一緒で、目綺麗だなみたいな思ってたんですけど、やっぱりそのホラー部分に該当するの怖すぎません？いや、なんかやっぱりその原作でももちろん、おどろおどろしさとかってあったんですけど、やっぱ動いて音もついちゃうかみたいな、その呪詛部分の音の表現とかも相まってくると、とかその冷川と帝の精神世界的な表現とか、あれがこう、これはもしかしたらその音っていうものが使えるアニメーションならではなのかななんて。確かにね、やっぱり霊とか目に見えないものの怖さもありつつ、やっぱその冷川さんの怖さも存分に感じますよ ね。確かにね。なんかこの例えば、向井もそうだし、あとその後ね、エリカも出てくるじゃないですか。で、彼らがやっていることは僕もできるかもしれないとかってね、急に何の了解も得ずにね帝にやったりとかするじゃない。そうですね、ほら僕もできましたよみたいな怖いよってね、怖いよって思いましたよね。さすがですね、本当にまあでも映像になってアニメーションになって、なんか改めて、なるほど、動くとこういうことなんだなって分かるシーンもあったりとかして、アニメーション表現のなんか妙みたいなのをね、感じさせてもらってますね。ありがとうございます、さあさあ、じゃあもう一ついきましょうかね。お願いします。続きましてはですね、こちらはトーコさんですね。ありがとうございます。相馬さん、ゲストの畑野さん、こんばんは。こんばんは。三角窓の外側は夜、楽しく怖く、楽しく見ています。ありがとうございます。2話では帝くんをめぐって冷川さんと向井くんがバチバチやり合っていて最高でしたシーンごとの冷川さんの声色の変化、畑野さんはセリフの芯を抜くとおっしゃっていましたが、感情がどこか欠落しているような話し方をする冷川さんが、主に帝くんに対して感情を乗せて発言するときにものすごく
すごくセクシーな声になるのでドキドキしてしまいます。畑野さんありがとうございますということで、ありがとうございます。わかる。いやこれね、そうさっきも言ったんですけど、第1話の時に、はい、そのちゃんと会話してるっていう、でちゃんと会話してるってなんでなんだろうなってこの分析していくと、畑野くんのセリフは芯があるんですよと。でそのこの芯は信長曰くね、僕もそう思ってるけども、この声優としてのまあ培っていかなきゃいけない部分でもあって、そうですね、うん、で年数を重ねてキャリアを重ねて、だん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 そのどんなキャラクターにもこのね喋っている内容に文字だけじゃなくてその内側に芯ができてくるっていう、うん、でこれをこのキャラクターに関しては引き算しなきゃいけなかったんで、はい、それがなかなかね、そうですよね、最初は戸惑ってしまいましたね。しかももう、うん、なんていうかそのなんで引き算をしなきゃいけないかっていうことを落とし込んでる時間もないじゃないですか、うん、だからとにかくその感性でアジャストしていかなければみたいな、うん、でも僕はやっぱ2話で聞いた時にもうゾクッとしました、うんうん、マジですか。うわすっごいなんかいや不思議で、やっぱ畑野さんの声の響きってすごく好きなところがいくつもあるんですけど、うん、なんかその隣で聞いてるんですけど、うんうん、隣というかまあその感染症対策で、うん、結構離れた隣で聞いてたりするじゃないですか、うんうん、でもすごく耳元で言われてるように聞こえる時がやっぱりあって、あ、そうなんだ。そうだからしかもそれって声量としても全然出してない時なんですけど、うんうんうん、すごくいるみたいな畑野さんっていう怖いよディスタンスみたいな僕の近くにっていうあれがやっぱりその平川さんの読めなさとか怪しさっていうのをすごく感じました。僕はありがとうございます本当に。それがねまたこう今は、放送で言うと4話まで終わってるみたいなんですけど、うん、この中盤戦からね、うんうん、また後半に行くに従ってそうですね、どんな、ね、変化があるのかないのかとか、うん、そうなんです。信長ともねよく話しますけども、やっぱこの作品ってこの登場人物たちがどんどんこう変化していくっていうのも関係性と同時にこうね、はい、見守っていただきたい部分だよねっていうところで、いやそうですね、冷や顔の変化にもぜひねご期待いただきたいと思いますね。ありがとうございますじゃあもう一つちょっとサクッと、はい、いきましょう、はい、こちらマリモドキさんからいただきました。ありがとうございま す, います、三角ラジオ向井の占い部屋の配信開始おめでとうございます。ありがとうございま す, あいます、あ原作も読まれていて、向井さんの CV は相馬くんが合いそうと思っていたのでとても嬉しかったです。おお、向井さん役はオーディションで決定されたのでしょうか、うん、ということで、うん、そうなんです。僕は山下智子先生の作品がもうすごい好きで、うんうん、たまたま本当に読んでいた中にこの作品もあって、でさっきもちょろっとお話ししたんですけど、うん、あんまりこうなんか2パターンあると思うんですけど、うん、声優が漫画を読むときって、うんうん、このキャラこの方とかすごい良さそうだなって思っちゃうやつと、うんうん、そうじゃなくてもう純粋に漫画を読むみたいな、うん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 、これに関しては他のキャラクターは本当に全然イメージが湧かないというか、うん、やっぱりその状態を楽しめる漫画かなって思っていて、うんうん、そこが好きだったんですけど、うん、向井くんだけどうしてもやりたいっていうでオーディションのお話いただいて、うん、もう見もせずに絶対向井くん役だろうなっていう気持ちでもう資料見たらやっぱりそうで、で受けさせていただいて、いやすごいね。だから結構で向井くんってやっぱりああ見えてというか、うん、本当にうさんくさそうな登場の仕方ですけど、うんうんうん、本当見ていっていただければ分かりますけど、かなりねこうお兄ちゃんというか、そうバランサーなね、作中で一番しっかりしてるんじゃないですか本当に、うん、本当にちゃんとしてる人というか、すごいちゃんとしてますよ、うん、だから彼のキーポイントって冒頭でも言ったんですけど、うん、対話だと思うんですよ本当に、まさに。だ割とその冷川さんとはまた真逆の位置にいるような、うん、対極的だよね、描き方もね、はい、漫画のね、確かに。だからこそそのね2話でああいうシナリオ運びになった時に、うん、ちょっとその怖くてシリアスなんだけど、ちょっともう行き過ぎちゃってコミカルさも感じるぐらいの対極さというか、うん、確かに。いやもうとにかく冷川はね、悪霊とか霊とかをぶん投げるっていう方法で除霊していきますけど、はい、やっぱ相談があってそれを対処するのに向井の場合はとことんこう対話をするっていう、はい、
で、帝なんかもさ、一緒に行動してて怖くても近寄れないぐらいのその見た目なんだけども、はい、そこに対して優しく優しくこう対話をしていくっていうところが、もうアニメ見ててもうわすごい対極的で面白いと思って。本当ですね。だから逆にその自分的なあの向井くんのキーポイントとしては、うん、芯があるっていうのをすごい大事にしていて、うん、なるほど、そうそう、人としてすごい真っ当みたいな、うん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 、でもその自分を高く見積もりすぎてもないというか、うん、っていう、だから本当にね、こう、まあ、冷やかわ向井もそうだし、その各キャラクターがかなり本当にもうオンリーワンの描かれ方ですからね。そうだよね。いや本当にもう早く全部は見た状態でみんなと喋りたいですね。そうなの。ネタバレ全開放の状態で喋りたいやつだよねこの作品はね。ぜひね、今後の展開に、今後の展開ね、ご期待くださいませ。ご期待いただきたいと思います。ということで番組後半は、テレビアニメ三角窓の外側夜の、感想を中心にお話ししました。引き続きアニメの感想、パーソナリティゲストの方宛てのメッセージ投稿お待ちしております。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ、向井の占い部屋。さて、早いもので、うん、そろそろお別れの時間があっという間ですね。続いてまいりました。もっともっとね、ほんと畑野さんにも15回ぐらいゲストに来ていただきたいですよね。めっちゃやるじゃん。めっちゃやるじゃん。もう、もう隅から隅までもう来ていきたいんですけれども、ありがとうございます。はい、番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しています。うん、詳しくは番組ホームページの投稿フォームを参照してください。三角ラジオ向井の占い部屋はアニメイトタイムズにて不定期更新。次回の配信日と次回のゲストの方に関してはアニメ三角窓の外側は夜公式ツイッターアカウントをフォローしてチェックしてください。はい、そしてあさって10月31日の夜から、テレビアニメ三角窓の外側は夜第5話が放送配信されるわけなんですけれども、いよいよ第5話ですか。あのね、我々キャスト的には、うん、はい、信長さんが、はい、もう執拗に、いやもうあのぶち上がってます。いやあのなんか取材とかたくさんね、お世話になってるんですよ、やっぱ番組始まる前とかにも、はい、始まる前だからもうそんなたくさんネタバレみたいなこと喋れないのにもかかわらず詳細を語るんですよ。だいたいカットされちゃうんですけど、さすがですね、そのぐらい信長がすごいね感動したって言ってました。うん、すごく楽しみな回だと思います。ね、いや、はい、本当にね、一体どういう点でそうだったのかというの、でも本当に見ていただいたらね、なるほどって、ね、なるほどって思うと思いますので、分かっていただけると思うので、はい、ぜひお楽しみに。よろしくお願いいたします。ということで、今夜は畑野渉さんをゲストにお迎えしてお届けしてきました。畑野さん、いかがでしたでしょうか。本当にあっという間だし、でまたいろんなね形でこの番組見てくださいねっていうプロモーションで信長とか、それから上映会とは、うんうん、上映会の時は安西さんや三上さんとご一緒したんですけど、やっぱねもう相馬と語りたかったのよ。本当に僕も待ち焦がれてました。本当に今こういう状況、コロナ禍の中でのアフレコということで、はい、なかなか長い時間スタジオにいられなくてね、こういうこうなんかお話がおしゃべりができなかったから、はい、いやなんかこのラジオが生まれたことで、はい、本当にいろんな多分役者さんが喋りたいこといっぱい抱えてくると思うんで、楽しみです。本当にぜひ向井さんお願いいたします。いやでも本当に最初に畑野さんが来てくださって、だいぶ僕も一人でアニラジ 初めてだったんですよ。そうなのか、はい、そういうことだったのね。初めて奪っていただきました。ありがとうございます。またいただきました。いや本当にお世話になりました。ありがとうございまし ました。では今夜の三角ラジオはここまでです。お相手は向井啓太役斉藤相馬と冷やかわ理人役畑野渉でした。それではまた次の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。テレビアニメ三角窓の外側は夜、ウェブラジオ番組三角ラジオ向井の占い部屋。この番組は三角窓プロジェクトの提供でお送りいたしました。